沖縄エビス外カは海洋に生息する複足高古複足目の巻貝である。本科の貝を総称して単に沖縄エビスと呼ぶ場合もある。沖縄エビス外カは非常に古い系統であり、地質時代の中で非常に繁栄した時期もあった。現在では深海に多くの種が生息している。かつては化石のみが知られていたが、生きた個体が1856年に、 カリブ海から発見された。原生種も化石に見られる原子形質を残しており、生きている化石の一つとされる。いずれの種の貝殻も塩水型で白色と赤系色の縞模様を持つ。沖縄エビス外科の貝殻のラトウはあまり尖らないが、殻が薄いため壊れやすい。角螺槽はあまり膨らまず、ラトウ全体が塩水型を示す。ラソウは生涯では10回を超える。 貝殻の内側には真珠層が発達し独特の線模様を持つ。蓋は円形。角質であり、石灰化はしない。殻口外心から奥へ向けて呼吸や排泄のための深い特徴的なスリットがある。スリットは殻の成長とともに奥側からゆっくり埋まっていきながらも延伸していく。このスリットはアワビの殻の穴列と相当な形質である。英語圏では 沖縄エビス外科の貝をスリットシェルと呼ぶ。沖縄エビス外科の化石、沖縄エビス外科の化石記録はカンブリア気候期から連続的に残っている。白亜紀末の KT 協会での大打撃の後、新生代における本科の生息域は深海に限られたとされる。沖縄エビス外科の貝は主に水深200-3000メートルの深海に低生生物として生息する。 沖縄エビスの餌は主に海面で、他に深海性の海ゆりや鉢っぱなしサンゴなども捕食する。水族館などの飼育環境下では魚や貝も食べることが知られている。逆に甲殻類や魚類に捕食されるが、沖縄エビスの仲間は危険にさらされると白い液体を分泌して、これらの捕食者を追い払う。沖縄エビス外科の海分類としては四族が展開される。なお、 書籍によっては本家をすべてプラロトマー族として扱い、カキの族をア族レベルに位置づけているものもある。以下に族と代表種、典型的な生外の大きさを示す。エンテンナトロチズリュウグウオキナエビス外属本家の中で、唯一へそ穴が開く、大型のオキナエビス。レプターマーア、化石族。すでに絶滅して現生種はない。ペラートロキス姫メオキナエビス族ベイラトラカ。 さらに狭くは、三日江戸・トロチズビリクイの和名として、沖縄エビスもしくは、沖縄エビス街の故障を用いる。ありがとうございます。